今回紹介するのは「ポケット版くらしの手帳と私、という本です。くらしの手帳一家の冒険館くらしの手帳車写手大橋ん子さんの子供時代のエピソードから花森淳司さんとの出会いくらしの手帳の創刊昭和53年に花森さんが亡くなるまでの出来事が自伝的に綴られている。戦後間もなく 娯楽どころか衣食住も十分とは言えない時代に新しい雑誌を生み出した人々の熱みたいなものが伝わってきてページをめくるごとに胸が高鳴る本を作る喜びみんなで一つの仕事に没頭する楽しさ譲れないものと変わることを恐れぬ勇気それらがぎっしり詰め込まれたさながら暮らしの手帳一家の冒険談といった趣以上。 興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。